奥側から開けないと。いやー、美味しそう。どうも、料理のさん、りょうです。ということですね、今回ですね、結構いい感じになってきたんですけど、まだ慌てるような時間じゃないので、これからおつまみを作っていくっていうことなんですけども、今回特別ゲストをお呼びしてください。どうぞ。あなたが落としたのはこのとっても健康にいい野菜ジュース、それともビール？ビールです。あなたは嘘つきだ。なんで自分が飲むんだよ。料理のお兄さん、リュウジのいとこの小雪です。はい、ということで今回ですね、同じ酒くずの小雪に、今回ですね、小雪さんにもできる、言わせたい、あ、やるわっていうぐらい簡単で美味しいレシピがあります。ほう、はい、鬼皿です。鬼皿、鬼皿っていうのすっごく簡単で、うん、めちゃめちゃ美味しい。しかもね、火をね、すっかー笑いにやりましょう。おお、酔っ払いに安全だから、4杯目飲んだ後でもできる。お、しかも家にある保存されてるものでできる。なるほど。それぐらい日常で使えるおつまみレシピ、うん、鬼皿をちょっと今日2人でやっていきたい。さくらー、リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明してください。あ、はい、はい、あ、でもシンプル、ブロックベーコン、玉ねぎ、はい、以上。以上です。はい、はい、で、これベーコン使ってるんですけども、あのハムでも構いません、うん、ちょっとね、ハム打ち切れちゃったね、今、うん、本来ハムでやるんですけども、もう今回ベーコンでやります、うん、はい、ソーセージとかでも美味しい。あー、いいね、うん、ということで、もうやっていい？うん、やりましょう。じゃあまずですね、鬼皿を作る上で何が必要かっていうところからやっていきたいと思います、はい、鬼皿っていうのはやっぱりね、原型がポテトサラダなんですよ。へー、うん、ポテトサラダ、ポテトサラダを玉ねぎで作ってしまおうと。ポテトだと茹でたりとか、まあね、潰したりとかもあるじゃないですか、うん、でもオニオンならそのままチンしてホクホクなるんで。なるほどね、っていうような、まあ、手抜きレシピでもあり、うん、玉ねぎ消費レシピでもあると。なるほど、はい、そしてなんとこちらめちゃめちゃ先にあった、おつまみってやっぱり、うん、そのポテサラ出てくるタイミングとかあるじゃないですか。あるね。で、あのポテサラ出てくるタイミング、僕的にはやっぱ2杯目の後なんですよ。最初じゃないんで。わかるわかるわかる。なので2杯目飲んだ後の状況に自分を持っていくのが大切だと。まあ僕ら2杯以上飲んでるんですけど、気持ち的にはこれ2本目なんで、なので2杯目飲んだ気持ちになるのが大切だと思います。ということで乾杯。あ、もう鬼皿食べたくなってきたでしょ、うん、これが大事。やっていきたいと思います。できるだけこう細切りに、細切りハムっぽく。なるほどね、うん、薄くしたいってことね。薄くしたい。じゃあこれブロックじゃなくていいんだね。そう、ブロックじゃなくていいの。なるほどね、薄切りのベーコンでいいの。なるほどね。はい、できた。オッケーです。オッケーです。じゃあじゃあじゃあ玉ねぎを、玉ねぎをどういう感じで、ね、これまあいい一つ 300g ぐらいの中サイズですね、これね。はいはい。で、僕はもうここも切っちゃう。ここも切っちゃうね。ここも切っちゃう、うん、ここも切っちゃうよ。ここも切っちゃう。八つ切りですね、皮むいてね。八つ切り、八つ切り、これを、はい、八つ切りなんで、これで二つ切りです。そう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 、はい、で、四つ切りです。四つ切りで、八つ切りです。そう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 、ちょっと大きいわこれ。ねえ、半分に切ろうか。はいはい、これ半分に切りましょう。これも入れちゃいましょう。はい、じゃあこれをラップ包みます。はいはい、じゃあ簡単じゃん、うん、でこれで600ワット7分かけてもらうんですよ。はい、7分。じゃあ7分間はちょっとあの休憩タイムなんで、じゃあ、はい、飲みましょう。はい、ということでですね、7分経ちましたね、はい、ちょっと開けてみましょうか。はい、玉ねぎがしんなりとしてみましょう。これいい匂いね、うん、奥側から開けないとこの蒸気でほらほら、これすごいでしょ、この蒸気。そうだね、この蒸気でやけどしちゃうんですね。いやー、美味しそう。でこれで、ちょっと混ぜてもらって、すっごいなんか透き通ってしんなりして超美味しそうだよ。これからマヨネーズ開いていくんだけど、うん、分離しちゃう。あー、なるほどね。この熱で分離しちゃうんですね、うん、だからちょっとね混ぜて
こう冷ます。あーへー。だから熱々の状態だとマヨネーズが分離してしまうんで、まあ、一息つきましょうや、のんびり作りましょうっていう料理ね。触っても大丈夫なぐらいの温度になったら、ね、そう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 、ちょっと待ちましょうか、はい、ということで、はい、粗熱が取れましたね、はい、もう指で触れるぐらい、うん、で、ここでマヨネーズ大さじ2ぐらい入れましょうか、うん、1、2、2、ここでコンソメよ、コンソメがね、小さじね、3分の1ぐらい入れましょうか、うん、小さじ3分の1、はい、はい、これ入れます。そして、混ぜてもらっていいですか、はい、はい、ほら、なんかちょっと、ね、あ、いい感じ、あ、ポテサラの匂いです。で、ここで、ここで小雪の思ってる3倍の胡椒を入れてもらっていいですか。なるほど、このぐらいかなって私は思ってます。うん、なんで、うん、オッケーオッケー、3倍、うん、もうね、完璧完璧、これはもう混ぜる。おお、黒胡椒の香りがもうビャンビャン出てくる。で、ここで胡椒は入ってるんで、はい、お塩、お塩、まあ、僕は酒飲みなんで2つまみぐらい、2つまみ、これで盛り付けしましょうか。はい、そうしましょう。じゃあこれで、まあこれね、あの、このまま冷やして保存もできるんですけど、おお、早く飲みたいんで、はい、なのでこれをこのままもう盛り付けていきましょう。まあまあでも、ということで、こちらの玉ねぎで作る鬼サラダ完成です。完成です。はい、それではできたんですけども、はい、ここでチキチキリュウジクイズやってみていいですか。なんですか。チキチキリュウジクイズ、イエーイ。はい、この鬼サラダに一番合うお酒は何でしょうか。ビール。はい、ブブー、仕事。はい、ハイボールです。じゃあ、いただきます。乾杯。はぁ、まるで実家のような安心感。じゃあ、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 ちょっと召し上がっていただいていいですか。じゃあ、先にいただきますね。いただきます。これ家で作るわ。マジで。違う違う、それ俺が言わせたかったやつじゃん。ちょっと、ちょっと待って、マジで美味しい。マジ、いい感じ。玉ねぎ甘っ。ちょっとちょっと、俺も食います。とりあえず、あ、うまっ。めっちゃ美味しい。うん、あ、なんかうまい。これこんなシンプルなのに。ベーコンと玉ねぎを炒めるんじゃなくて、うん、レンジでやってるから、ね、あの水分出てるじゃない、うん、そこにあのマヨネーズ加わって、うん、ちょっとホワイトソースみたいな、あ、濃厚さが出てる。うん、いいコメント言うね。そこだけは認めてしまう。めちゃめちゃ美味しい、うん、ここでちょっと味変してみますか。まあ、やっぱりこれかなと。いや、そうです。こんな感じで。そんな感じ、はい、ちょっと酸味も足されて引き締めるようなイメージ。これグラタンです。グラタン、うん、ほぼグラタン、うん、いやいや、そこまで。あ、ほんとだねえ、うん、すごい、これうまいわ。めちゃくちゃ美味しいね。これもう酒飲み2人が言うんだから、まあ、確実に酒に合うでしょ、これ。これはうまいわ。美味しい。じゃあ僕らこれでもう一杯飲みますんで、皆さん永遠飲めます、はい、まだ二人とも大丈夫、はい、はい、ということで、皆さんぜひ作ってみてください。おすすめ。すごいテレビショッピングみたい、うん、めちゃめちゃ、え、そうなのみたいなリアクションが。あー、酒に合うの、酒に合うの、あるか、そんなテレビショッピング。で、酒に合うのっていうところだと、はい、やっぱり